初心者の方から相談で、せっかく倒したのにすぐ立たれてしまいますという、まあ、相談があったのでちょっとやっていきます。まあ、立たれてしまう場合は大体もう倒しっぱなしになってるか、プレッシャーがあまりにも弱いかだと思います。こうせっかく相手を倒したのに、まあ、すぐにもう立たれてしまうということは、テイクダウンした時に手がこう足からこう離れて相手すぐ立てるんで、こうしっかりキャッチしたまま、しっかり立てたまま、足をしっかりキャッチしたまま離さない。これだとなかなか動けるでしょ、動けるんですか。ただここからあとはこの足をしっかり立てて押さえる。まあ、ここまでをしっかりワンテイク、抑え込むところまでをしっかり一つの動きとして捉えて、倒して安心っていうか、倒して終わりじゃなくて、倒したらポジション取るところまでをしっかりやる。倒したら足を置いてポジション取るところまでしっかり。もしまあちょっと浅くて、こう抜けそうなところでもしっかり食らいついて、足しっかり食らいついて、こうやって取るところまでしっかりやる。だから倒しっぱなしにせずに、足から手を離さないようにして、しっかりポジションまで取れるように。まあだから相手も必死にやっぱ立とうとしてくるんで、まあ、力もねしっかり使うべきところと、まあ、抜くところと、まあ、ちょっと考えながら練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。